大谷翔平、TOTO DH 史上最高を 7.1 に到達。米野球データサイト、ベースボールリファレンスのデータが更新され、ドジャースの大谷翔平は王 6.9 から 7.1 に浮上。1995年にマリナーズのエドガー・マルティネスが記録した DH 最高記録の 7.0 を上回った。王はどれだけチームの勝利を増やしたかを表すセイバーメトリクスの指標で、シーズン MVP を選ぶ上でも重要視されている。守備を行わない DH 専任の選手は数字の積み上げが難しいが、大谷は44本塁打、46盗塁などの活躍でラリーグトップの王となっている。大谷は史上初となる DH での MVP 獲得へ視界良好だ。すげえ、エドマル超えたか。どのくらいまで伸びそう？単純計算だけど、5ヶ月で王 7.1 だから、1ヶ月あたり王 1.4 ペースで、残り約1ヶ月だから王 8.5 ペースかな。じゃあ大幅更新は見込めそうやな。 MVP 取れるかは終わってからのお楽しみやね。今年は PO もあるし、楽しみがたくさんあってね。和英盗塁3つもすると単打かける2でも結構上がるもんやな。リハビリついでに MVP、 これほんまくさ。他の選手やっとれんやろ。 DH で王 5.0 超えてるとか異常だよ。エドガー・マルティネス賞って大谷翔平賞にしてほしいわ。頭の固い記者に投票権がないのを祈る。満票 MVP でもおかしくないスタッツを汚すなよ。別に満票にこだわる必要なくね。いい未来が見えないスランプの月で12本ってシーズン2桁ってない選手の煽りに思えてきた。オルチセさえ奥台止まりだったんやな。やはり走塁の得点喪失能力がでかいのか。走塁強制したドジャース有能すぎるな。阪神の番記者みたいなのがいるとマジで仕掛けるからな。アメリカは案外そういうの少ないというか、逆に満票にするよなみたいな変な空気ができやすいイメージあるが、エンゼルスの記者だけ大谷に入れてジャッジの満票を阻止したぞ。2022、投票権のある記者が4号でも投票するって言ってた。管理人のつぶやき、王は全く計算方法がわからないので、凄さのイメージがわかず、他の選手と比較するしかないのですが、守備をしないでナリーグで1っていうことはそういうことですよね。ナリーグにリンドアは 6.19。 野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。